それでは前後の文脈を考慮した統計的手法による誤り単語の検出ということで、自然言語処理研究室の菅篤氏が発表いたします。まず背景について発表いたします。こちらの黄色い枠で囲まれた文章を見てください。こちらの文章はブリという魚について説明をした文章となります。しかし2行目のところにおいて、本来魚という漢字であるべき場所が梨という漢字に置き換わってしまっています。この誤りの特徴としては、前後の文が存在する場合には誤りと分かりますが、対象の文、この2行目の文のみでは誤りとは分からないというような特徴があります。既存の誤り訂正では、上記のような一文のみの情報しか用いないために、上記のような文章に訂正してしまう可能性があります。そこで上記の誤りを検知し、訂正時に別の漢字に訂正することで訂正精度が向上することが考えられます。よって本研究では、文脈上では誤りである単語を検知する手法の提案を行う目的とします。それでは誤り検知手法について説明をいたします。誤り検知はこちらの手順で行われます。まず誤り検知を行う対象の文とその前後の文から内容語を抽出いたします。そしてその抽出した内容語の各組み合わせから出陣確率を求め、そしてその出陣確率から組み合わせのスコアを求めます。この組み合わせのスコアの計算については後ほど具体例を用いて説明をいたします。そして得られた組み合わせのスコアの平均を内容語のスコアとし、その内容語のスコアを CHT1 と比較して T1 未満であれば誤りとするような検知を行います。それではこの組み合わせのスコアの計算について説明をします。組み合わせのスコアの計算手法は2つあり、どちらかいずれかを用います。C5 とスキップグラムの2つの手法があります。まず C5 について説明をいたします。 C5 では周囲の内容語が存在する場合に対象の内容語が出現する確率を求めます。なのでこの例文ですと、前の文に変わるや魚といったような内容語が存在する場合に対象の文に梨という内容語が出現する確率、また次の文に、養殖や物といったような内容語が存在する場合に対象の文に梨という内容語が出現する確率を求めます。周囲に書いてある値はその組み合わせでの出現確率となります。この出現確率と CHT2 を比較して T2 未満であれば0、T2 以上であれば1というような組み合わせスコア付けを行います。このスコアが組み合わせのスコアとなります。続いてスキップグラムについて説明をいたします。スキップグラムでは C5 とは逆に、対象の内容語が存在する場合に周囲の内容語が出現する確率を求めます。なのでこの例文ですと、梨という内容語が対象の文に存在する場合に前の文に変わりや魚といったような内容語が出現する確率、梨という内容語が対象の文に存在する場合に次の文に養殖や物といったような内容語が出現する確率を求めます。そしてこの確率と CHT2 を比較し、 T2 未満であれば0、 T2 以上であれば1というようなスコア付けを行います。これが組み合わせのスコアとなります。そして先ほどの C5 やスキップグラムで得られたこの組み合わせのスコアを平均したものが内容語のスコアとなり、内容語のスコアが CHT1 未満であれば誤りとするような検知を行います。以上が検知法の説明となります。続いて実験条件について説明をいたします。本実験では文脈上の誤りがない文章からそのような誤りを含む文章を生成して用いました。そしてその生成する際に携帯素解析事象ごとに生成しているため、ユニディックを用いて生成した誤りと IPADIC を用いて生成した誤りの2つのバージョンが存在します。またデータセット生成に用いた文章は、開発データが日本経済新聞2000年の記事500文と、テストデータが日本経済新聞2001年の記事1万7文の文章を用いて生成しています。また C5 やスキップグラムにおけるその出現確率の計算ですが、日本経済新聞91年から95年の記事においての各内容語の組み合わせでの出現確率を用いて計算しています。次に手法について説明をいたします。手法はユニディックを用いて生成したテストデータと IPADIC を用いて生成したテストデータそれぞれに対して C5 とスキップグラムの手法を適用して、適用した4つの手法で実験を行いました。また式値についてはそれぞれの手法において開発データで最も良いスコアを得られた値を使用しています。これが、その結果となります。C5 とスキップグラムを比較したときに、ユニディックの場合でも IPADIC の場合でも、どちらも C5 の方が結果を得られていることが分かります。
また、UNIDIC と IPADIC を比較すると、IPADIC の方が良いスコアを得られていることが分かります。考察です。まず CBOW とスキップグラムの違いについて考察を行いました。 CBOW ではプレシジョンが高く、スキップグラムではリコールが高いというような結果が得られています。このようになった原因として、スキップグラムの方がその CTT1 が高い値になったために、システムが誤りと検知した単語数が多くなってしまったことが考えられます。ではこの CTT1 が高くなってしまった理由は何かと言いますと、スキップグラムでは文脈上の誤り単語において CBOW よりも内容語のスコアが高くなるといったような傾向が存在します。そのため、CT1 も高い値になってしまったことが考えられます。続いて携帯素解析事象の違いについて考察を行いました。まず携帯素解析事象が異なると、単語の区切り値が異なります。なので例えば、警察官という文字列があった場合に、 UNIDIC では警察と官の2つの単語に区切られますが、 IPADIC では警察官という1つの単語に区切られます。このように、IPADIC では UNIDIC より長い単語に区切られることで、より細かい文脈の違いを考慮できていると考えられます。そのために、UNIDIC のものよりも各、評価において IPADIC の方が、良いスコアが得られていると考えられます。結論です。文脈上の誤り単語の検知を目的として検知手法を提案いたしました。 CBOW と IPADIC の場合で一番良い結果を得ることができました。CBOW とスキップグラムを比較すると、内容語のスコアの計算の違いにより CBOW の方が検知に適しているような手法であることが分かりました。また IPADIC と UNIDIC を比較した場合に、その単語の区切り値の違いから IPADIC の方がより細かい文脈の違いを考慮できるような区切りを行えているために良い結果が得られたと考えられます。以上で終わります。